ちは。こんにちは。オルナット通信。はい。突発だ。始めます。予告なし。なんですけど。今96とかじゃないかな。あ、そうなんだ。え、いつから数えて100回の。分かんないです。それは、え、どういう。最初からじゃない。一番最初からじゃないですかね。YouTube に上げ始めてからってことですかね。どうなんでしょうか。ナンバリングされたところからですね。YouTube に何番からあるかじゃない？YouTube のが1から始まってなかったら、多分あのユーストの時からだよね。本当だね。もうだって6年6年ぐらいやってんの。6年以上やってるもんね、これね。あ、そうですね。うん、月に1、2回のペースで。100回記念とかやった方がいいの？何やるの？途中であれでしょ、オルナット通信の間に急にそっとキーワードワードを1個ずつ上げるやつでしょ。あれやる、そういうやつ。ポケットからこうチラッと出す。あのプレゼント企画とかやってみる。そう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 。それでオルナット通信を全部ご覧になると、うん、でも早送りしそうよね。でもほらチラッと出すとか言っちゃう。そうあのさ、なんか次回ぐらいからやってみる。つなげて。そう急に無言でポケットからこう出してそうでこう下げてくて中盤ぐらいね。数秒だけみたいなね。で、あの全然わけがわからないことにしとこうよ。ウォルナットとかだったらさ、大型化してるね。なんか全部つなげるとで、並び替えるだけか。難しくなって並び替えんの。並び替えはやめましょうよ。あるじゃん、そういうの。あるけど、それで答えを当てるみたいな。マンクロみたいな。もうだいぶ難しくなる。あまり簡単だとさ、もう2文字ぐらい出ただけで分かっちゃいそうじゃない。だからあの、わけのわからない想像ができない言葉にしとくでしょ。で、それで、あのそういうのを練り上げといて、で、最後まで見た人が、そんな言葉かって思い、で、あのなんか、投稿した人に何か差し上げるとか。なんか突然企画会議始まりましたけど、なんかもうちょっと考えました。本当だね。いや、すごい、100回記念すごいなと思って。はい、そうだね。もうちょっとで。やかれました。はい。ということで、今日はご紹介なんです。はい。今日着てるものとかどうぞ。今日ちょっとわからないんで、中町さんお願いします。これは、あの、中町さんが、ブロッキングをさっきまでしていた私物であり、私物なんですけど、サンプルでもないんですけど、そうですね。でもいい感じですね。これな、な、なんなの？クッターやったっけ？パターン名は何でしょうか？なんかクッターだった気がするんですけど、最近のサリさんのやつなんですね。あのね、フィンランド人のデザイナーの、はい、それで糸は何ですか？イリマーニのサブリー2かな。サブリ2です。サブリ2、はい、太い方ですね。ウイステッド、分からないですね。 DK かフィンランド語なのかな、うん、クーターかな、クーターって読めそう。 KUUTAR ですね、はい、英語ではないですね、うん、そうですね。ゲージがぴったりだそうで、でもこれは、はい、襟が短くした分、はい、後ろ引き返しが追加されてて袖も短いそうです。はい、はい、いろんな袖のこの模様も可愛い。はい。っていうことで、はい。中町さんは暑がりなので、これを冬に着るんですか？ちょっともう一回ぐらい頑張って着てみます。うん、今ちょうどいい感じです。普通は今もうちょっと先ぐらいまで着れると思うんですけど。そうです。なんせレースだしね。そうですね。はい。ね、風がね、降りそうで、今の季節にちょうどいい感じでした。そうですね。はい。ということでパターン通りではないんですが、雰囲気はこのような感じのものっていうことですね。そうですね、うん、針だけちょっとゲージを出すのに指定の針だと難しそうなので、ゲージちゃんと編んでくださいって感じ、はい、あ、わかりました。 US2.5 と3なんですよ、うん、そんなにきっちり編むんだ。いや、でも私これ US5 と6でゲージが出たんで、うん、
シャリさんどうしたんだ。さんなんですよ、よくわかんないです。本当、はい、シャリさんは手が緩いのかな、かな、かな、そうだね、手が緩いか、手が緩いのかも、かもしれないですね。指定がもう部屋使ってるからとか。でも糸の太さによりけど、でもまあ今までのサンプル見た感じだとあんまり手が緩いって感じしなかったよね。でも自分で編んでないのかな。そう、わからないです。サリさんが編んでるわけじゃないかもしれない。あ、いやでも編んでたと思いますよ、うん、あのでもまあ、ちょいちょい、そうだよね、うん、とりあえずキットで出すご予定なんでしょうか。今のところ考えてないんですけど、はい、ということで、あの、まあ、よかったら編んでくださいって。そうですね、よかったら編んでください、うん、はい、はい、はい、そんなの、あのチャートなんで難しくない、ね、はい、あの、うん、コットン感ありますね。コットン感ありますね、すごいこれ、はい、スウェットみたいね、本当に編み地の感じが、編み地の感じがスウェットみたいで、カジュアルな雰囲気だと思います。はい、はい、普段に着れそうな、はい、はい、私はアシードンクラウドのワンピースを着ています、はい、これは私が気に入ってもらった分で、うん、もうすぐ、もうすぐ、今日いっぱい写真撮ったの で、ね、もうすぐ売り出すと思うんですけど、はい、あのすごい袖の形とかが可愛くてな感じなんですけど、このリボンは後ろでも結んでも、なんだよね、そう、後ろでも前でも結べる、はい、まあ、シャツっぽいけど、うん、シャツワンピースなんだけど、はい、ちょっと袖が変わってるっていう感じかな、うん、あとここに結構タックが入ってるので、はい、というものです、はい、というものです、はい、この色とあと黒があります、はい、なんかこの黄色は今年の流行り色なのかな、結構見かける。そうなの、うん、卵色的な、そうかも、そうですね、うん、結構見かけるかも、うん、そうらしいです。知りませんでした、うん、はい、はい、ということで、じゃあ新入荷、はい、です。新入荷なんだ、はい、これイサガンの新しい糸だよね、はい、オーガニックリネン、はい、リネン 100% です、うん、あの今までのトリオはもっと細かったんですけど、フィンガリングぐらいですか。そう、フィンガリングぐらい、まあライトフィンガリングぐらいかな、トリオだってほんと細いもんね、うん、レースですからね、うん、フィンガリングで使えそうな太さの、あのリネンが出ました。なるほどね、はい、トリオはリネン 100% じゃないんですよね。 あれなんなの、そうなのか、知らなかったです。フーっていうのがリネンって意味なんだね。なるほど、うん、そうなんですね。で色は6色しかなくて、それで最近なんかイサガーで新しいパターンが、はい、この糸を使った新しいパターンが次々出ているの で、はい、まあ、近々うちもキットとかで出せるかな、うん、まあ、日本語パターン作ってくれれば、うん、ね、うん、はい、ケットたまに乗ってるの、乗るのかな、あ、乗るんですね。そんな感じの、そんな感じの話が、はい、なるほど、はい、はい、素敵な色振ってる、うん、色味ね、いい感じだよね、ちょっとね光沢感あります、うん、はい、編みやすいと思います。ツヤっとしたリネンになってます、はい、注意で和で編むと遮光するスクです。ああ、そうかもしれない、遮光するんだね、うん、はい、あのワンダーラストとかはあのチェインネットになってるので、うん、遮光はしないんですけど、こういうねシングルプライのやつは、まあ、基本遮光するもんね、遮光しやすいかも、はい、そうですね、うん、でもあの濡らして思いっきり引っ張れば、うん、遮光は治ります。こうなったものをこうすれば、うん、そうこうなったものをこうすれば遮光はある程度治ると思う、うん、洗えば結構なんとかはなります、うん、編んでる時がちょっと心配だけど、うん、はい、そうだね、うん、でもまあ普通にあの輪で編まなければ大丈夫、そうだね、はい、うん、平編みのパターンで探していただくと、はい、はい、爽やかな糸です。はい、はい、あとすみません、再入荷です。あ、そうなんだ、レジャーニック再入荷ですね。前入荷した時は予約分でほとんど、はい、予約で終わってしまったので、はい、それで買い逃した方はぜひ、もうほとんど先方にも在庫がないそうなので、うん、そうですね、はい、多分もうこれでおしまい、おしまいなんですね、らしいです、うん、在庫があんまりないということで、はい、はい、これはもう売ってるんですか。はい、売ってるよね、はい、あのエリさんのこの最初のとか、ね、かわいいのがカーディガンのサンダル色セットが、はい、あ、そっか、一応入ったんですけど、はい、残り1個かな、はい、早かったね
れかな。そっか、このカーディガン、あの前回の時この色が品切れで買えなかったんですけど、うん、今回やっと入荷したんですけど、あと1セットだそうなので、お早めに、はい、お早めにということで、はい、はい、はい、です。これで、それじゃああとはもう、あ、これですね。今日はこの話をするってことになっています。もうあの残りが本当に少なくて少ないのに売り切れちゃった色もあると思うんですけど、はい、あの、はい、ラビアイメのツイストヌーヴォが先週入荷しまして、はい、どんどんいいよ、そのままよく見えない。そうだよ、ヌーヴォだよ。はい、先週入荷したやつです。でこれの生地糸は、今年いっぱいはミリスとラビアエメだけで、そうなんです、しか世界中で販売しないという糸なんですけど、もう何年も前からエイミーにあのスーパーウォッシュじゃない糸ないかとか、そうなんです、ね、ナイロン入ってない糸買いたいんだけどって言って、うちのためにわざわざあのウール 100% のソックヤン仕入れて染めてくれてたんで、今までそれを売ってたんですけど、なんかこの糸見つけたからって言って、うちがあのずっとスーパーウォッシュじゃないと欲しいって言ってたので、あのわざわざ買ってくれて、それでそしたらエイミーもすごい気に入って、あのうちだけにしばらく下ろしてくれることになりました。あの一応すごい強粘なので、うん、靴下用として使える糸なんですけど、でもあのスーパーウォッシュじゃないのですごくふかふかで、ふかふかですね、うん、スーパーウォッシュになるとちょっとね、ヒヤッとサラッとした感じになるんですけど、これはふかふかですごい気持ちいい。スーパーウォッシュはなってます、洗濯機で洗っても一応ね、うん、まあ、全然大丈夫だってことなんですけど、うん、要は毛羽立ちを加工で落としてて、うん、なので毛羽立ってないからあったかさに欠けるんですよね、うんうん、それで現に私ラビアエメのあのスーパーウォッシュの糸で編んだショールあるんですけど、真冬が寒いくて使えないっていうちょっと春秋みたいな、ね、うん、春秋の本当に全然暖かさが違うんですよ、うん、なんでこっちの方が明らかに暖かく、やっぱりふかふかしてるよね、うん、ふかふかしてる、ふかふかしてます。私たちスーパーウォッシュの糸も、まあ、好きなんですけど、うん、やっぱ洗濯機で洗えるって本当に楽でまあいいけどね、うん、あの 2,3 年は洗濯機で洗います。なんかある日突然スーパーウォッシュの、ね、糸で編んだ靴下、はい、ずっと平気だったのに、はい、ある日突然なんかね、はい、縮む時あるスーパーウォッシュ終わったんだ、うん、そこが限界なんだそう、加工分がなくなっちゃうのかな、はい、ここが、うん、かもしれない、なんかさらに毛羽立ってくるんじゃないかな、はい、でまあこれはなので洗濯機では洗えないんですけど、でもその分すごく気持ちいいので、うん、はいはい、あとはスーパーウォッシュじゃないのでつぶつぶが激しい色が作れないそうで、うん、あのなのであのある色とない色があるっていうか、うん、本当はもっとねつぶつぶの色とか発注してたんですけど、うん、ちょっとできなかったっていうことで、この糸に合った染め方であの、うん、合った色味っていうのを今回染めてくれています。なんかつぶつぶがより広がってる感じだもんね、うん、だから多分定着しないのかもしれない、粒が粒のままで、うん、いつもよりつぶつぶが大きい気がします。はい、あの表面の皮積が大きいし、うん、あの多分毛のウールの、あの油が残ってるので、うん、染料がちょっとつきにくいんだとは思うんですけど、うん、はい、あとはねなんか新色というものがありまして、探せるんですか、その辺のねソリッドカラーがね、新色、あとなんかさもっとピンクなかった、ない色もあるのか、ね、ないんです、そっか、もう完全売り切れなんだ、完全売り切れです。あの店頭にいらっしゃったサポーターさんが買っていったりとか、うん、なるほど、あの一応店頭分で置いてたんですけど、うんうん、あのサポーターさんいらっしゃったらお店にしてたのか、うん、なんかね蛍光っぽい色が、そうです、この春の新色で、この辺もそうなんですけど、蛍光ピンクあったね、蛍光ピンクっぽい色とかあったよね、うん、あれはもう、うん、黄色っぽい色とか、それはもうないんですけど、はい、この辺もあの今年の新色で、この赤がねとっても可愛いんですよ、可愛、うん、いですね、ちょっと朱赤みたいな、うん、なかなかないパッとした色なので、うん、こ
これは日本人に似合いそうな赤だと思います、うん、とってもおすすめの赤になってます、はい、あとは今年結構ラベンダーも人気で、まあ、この辺の色新しい色ですね。あとなんかさ、すっごいかわいい、これとかもなんか新しいよね。前からなかった色だよね。これとかあったんですか？それはエビズセーターの、うん、これはね前からあったけど、これは最近の色だと思う。うん、ベスパー。ベスパーってこの色なんですよ。そうです。それに2色合体した感じです。うん、そうそうそう。でもなんかやっぱり今までと感じが違う、染めの、うん、あの色の濃淡がちょっと違いますよね。ソフトな感じになってます ね、 これなんだっけ、これはダスクか。ダスクは前からあった。でもすごい可愛いよね、うん、また感じが違う、うんね、のと、うん、あ、これはよくあるあのキュリアスハンドメイドなんですけど、うん、これもやっぱりあのちょっと全体的に色味が濃いかも、うん、いつもと違う感じ。これはソーラーマーズ、セーラーマーズか、はい、あ、これセーラームーンの色だ。出ましたセーラームーンシリーズ。セーラームーンシリーズ。これもでも前回やった時はなかったから、この1年ぐらいで出た色かな。セーラームーンシリーズ出したの。これか。それがマーキュリーだ。あ、セーラーマーズ、まあ、そういう感じなんだ。全然知らセーラームーンについて何の知識もない。今なんかピンとこない2人がセーラームーンになって。今言ってたなぐらいの感じなんです、うん、何にもわからないんですけど、はいはい、そうですね。もう一個ぐらいあるんじゃないですか。いや、2つです。あ、2つなの、2つなのか、はい、なんでその2つなのかちょっとわかんないですけど。セーラームーンはないのか。5人。初期メンバー5人です。あ、そうなんだ。そうなんだ。まあ、あのね、だいたいあれが増えていくんで、うん、そうだよね、どんどん増えていくんです、ね、これもさ、初めての色だよね。コンフェッティケーク、これも今まで入れたことがないと思います。可愛らしい感じです。すごい可愛い色です。はい、はい、というわけで、まあ、前色は残ってないんですけど、まだ結構あるかな。ほとんどないんじゃない、ない、一応なんかお店。これもの、あれだね、うん、初めての色かな。エブリシングイズオーサム、それ可愛いですよ。すごい、あれだね、あの、ずいぶんいい名前のつけてもらったよ。そんなエブシングズオーソムなんて。なんかさ、なんだっけ、レゴの映画あったっけ、レゴザムービーみたいな。あれの曲の名前とかじゃないか。あ、そうなんだ。違うかな、私の気のせいかもしれないけど、うん、でもあの名前をつけている私たちとしても、うん、まあなんかお辛いだろうなみたいな感じですね。そうだね、いつもね頑張らないといけないよね、うん、また名前つける時が来たって思う。あ、うん、もう無理みたいな、はい、もう無理みたいな気持ちで頑張って、ね、ってことでもうほとんどないっていうお話です。なので、はい、まあ、一応しばらくは店頭に置こうかと思ってるんですが、はい、まあ、この1週間弱ぐらい、はい、なので、まあ、何日かしたらネットに動かします。はい、はい、いうことなので、でもまた来るんですよね。また来ます。はい、あの次回の入荷は多分東京店オープンの時に、はい、来るんですけど、東京店に回すと思うので、はい、まあ気になってる方はオープンの時にぜひ東京店に、はい、来てください、はい、今年あと2回ぐらいは入ります、はい、多分同じような糸のラインナップで行くと思うので、はい、あのフランスがまたロックダウンにならない限り、そうですね、まあ、あと2回ぐらいは、はい、あのこの色モリモリに、はい、入ると思うのでがどうなるか。そうね、フランスも結構ね大変なんですね。今大変な状況にあるので、と、うん、はい、いうことで、はい、ご紹介です。でも今日はこれで終わりますね。まだあります、はい、あと、はい、あの今週中に出せたら出したい、はい、あ、はい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 っていう感じで、はい、はい、また今年も作ってもらったんです。前もこれ予約で出したんですけど、うん、で、ランピアさんの、はい、あのプロジェクトバッグですね。色が4種類あると、はい、で、白は赤い紐、うん、
あの、はい、前回と色の組み合わせが全然違うんです。はい、あの中は一回出したことあるやつ。あ、そうそう。あ、そうそうそう。でも中生地でしょ。この中生地も違うし、うん、紐の色も違う。はい。はいはい、よね。はい。で、はい、タグはあの新しいロゴのタグになってます。これはここなんです。うん。これは大きいタグでリスがついてるんですけど、こっちはあのロゴだけで、はい、あの持ち手がついているタイプ。はい。小さいバージョンはその生地で作るのは初めてです。あ、はい、そうだよね、はい、うん。で、白がこれで、はい、次が黄色ってさ、前回作ったっけ、なかったような気がするんだけど、黄色。黄色はこのカーキ的な浮きで、うん、これかわいいよね。紐は青、コンっていうか青っていうか、うん、こんな感じになってます、はい、それでグレー、グレーが前回はピンクだったんですけど、あ、そうです、今回は黄色で裏はシックな、あの青ね、濃いブルーになってます、うん、前は白がなかったみたいな、ね、なかったよ、あ、白がなかったのか、白が黄色が出ました、それでちょっとグリーンか、グリーンも可愛いんだよね、このピンクが、私持ってる、グリーンでピンクで、今回紐が茶色、うん、薄茶みたいな感じになってます、はい、でそれでこれのいいところはまずこの裏地がシャカシャカタイプなので、うん、糸がモケモケがつかないと、なかなか重要ですよ、モケモケがつかない、うん、あと滑りがいいので糸を入れててもシュルシュルシュルってなるところがいいのと、はい、あと二重になっているので針が突き刺さらない、重要でしょ、うん、あとね、はい、スルスルだから刺さりにくいっていうのもあって、だからあの靴下とかよく編んでる人は、うん、結構刺さるもんね、そう、私今までそれが嫌だったけど、うん、これにしてから全然、うん、なんか厚地にするか二重にするかなんですけど、やっぱこのシャカシャカタイプっていうのがいいんじゃないですかね、うん、やはりね、はい、ヒヤヒヤのシャープのソックがカバンの中で飛び出てると本当に手に怪我するんで何回か本当に気にそう、私は、ね、シャープ使わないの で、 要注意です、ね、でもシャープ使わなくてもヒヤヒヤの金属針結構細いやつに刺さるよね、でもこれそもそもスルスルなので針が刺さりにくいし、あの突き刺すってことが あんまりないと思います、ね、とっても使いやすいです、白がなんか新鮮、うん、なかったから、ね、へ、白と赤が可愛いよね、何個ぐらい作りました、予約ですか、予約です、はい、予約なので、うん、一応、まあでも数はもう、そうですね、あの数は決まってるので、はい、お早めにいくらでも予約取れるってわけではないです、あの生地の量でもう数決まってるんで、はい、はい、ということで、はい、今回も、ま、今週はい、いたします。よろしくお願いします。以上です。はい、ゴールデンウィークは前もお話しした通り、日月木お休みの11時から5時まで。はい、いつも通りの、はい、変わらずの営業になってます。なんで29日が木曜日お休みですね。そうですね。29日、はい、はい、祝日なんですけどお休みになってます。はい、はいはい、お間違えないように。はい、オンラインショップは通常営業です、はい、発送も通常営業ですね、そうですね、はい、うちは泊まったりしないんじゃないですか、基本的には火曜日から金曜日に発送をしていると思うので、はい、いつもと同じだと思いますので、はいはいはい、通常通りになってます、はい、あとは東京店ですけど、そうですね、おそらく6月半ばまでには初旬がわからないです、はい、私にもくらいのまだちょっとわからないです ね、工事の日程が出てないので、はい、なんとも状況もちょっとなんとも何とも言えないですね、そうですね、そうなんですよね、ちょっと緊急事態宣言が出ちゃう と、 出ちゃうとオープンがねできないと思うので、うんうん、まあちょっとどうかな、おいおい、はい、はい、決まり次第、うん、発表ということになってます、はい、お待ちください、お待ちください、はい、もしオープンするときは
多分最初の1週間ぐらいは予約制になるかな、うん、と思っています。はい、と、はい、いうことになっております。今週は別にもうやらないね。そうだね。レッスンの中止のことは、あ、レッスンは大丈夫ですね、皆さん。はい、うん、そうですね、ちょっと今月はもう、そうだね、諦めまして。サポーターさんのライブとかは5月にやったらいいんじゃない？別にやってもいいんですね。4月はもうやりました、私たち。そっか、はいはい、ということで皆さん家で編み物して過ごされてはいかがでしょうか。ね、ゴールデンウィークもちょっとお出かけしづらいと思うので。そうですね、でも編み物で、ね、新しいことをしたい人は、うん、お裁縫にチャレンジしてみたらいかがでしょうか。あ、そうですね、リブとか出てるので、うんうん、はい、あれやるとあっという間に1日が終わっちゃう。昨日やってたんですもんね。でもさ、家族がいるとまたやりにくいよね、うん、ミシってちょっとうるさいんですよね。うん、ね、ちっちゃい子がいるとね、出しづらいしね。とかね、そうね、やっぱ編み物がいいんじゃないかな。そうですね、はい、またあの5月にはあのまたソッククラブの5月のやつ出るんですけど、はい、さっき写真撮ったんですけど、本当普段に履けそうな、はい、あの使えそうないい感じのソックスなので、はい、すぐ編んですぐ履けるっていう感じで、まあ、今週で今売ってるソッククラブは終わりなので、はい、はい、あのお早めにお買い求めいただければと思います。はい、はい、では皆さん、あ、アズマ袋可愛くできました。あ、すごい上手にできたんですね。でもあれは、でもあれ切らないといけないんだっけ。あ、そうですね、アズマ袋を切って整えてから縫うか、ん、はい、でもあれは手縫いでもね、はい、うん、いいからね。手縫いも結構いいですよね。手縫いも楽しいですね。た、うん、付け作るとかいいんじゃない？ミシン出さなくていいですね。確かに、うん、裁断もちょっと集中すればすぐできますし ね、布はあのゴールデンウィーク前に、うんうんうん、あの子供とかが休みになるまで切っといて。そうですね、はい、あとはこう運針だから、そうですね、でいけると思いますので、はい、そのようにして。たつけはもう今縫ったらすぐ履けるやつですね。あの袴もおすすめなので、うん、はいはい、ぜひやってみてください。はい、ではゴールデンウィーク楽しくお過ごしください。はい、はい、では皆さん、さようなら。